2020年8月18日、大阪府堺市の鎌倉新という当時40歳の男が強要未遂の容疑で逮捕されました。実はこの男、半グレ集団鎌倉ファミリーのリーダーだったのです。さらに一緒に逮捕された笠井拓馬という男も鎌倉ファミリーのメンバーでした。今回は鎌倉ファミリーのリーダー鎌倉新が起こした事件について詳しく解説していきます。どうやらこの事件で被害に遭った男性は鎌倉ファミリーが行う野球賭博で金銭的なトラブルがあったようです。被害に遭った男性はここまでされるとは思っていなかったと口にしたほど激しい暴行や監禁をされてしまいます。それでは事件の全貌をご覧ください。1. 鎌倉ファミリーによる襲撃。鎌倉ファミリーが事件を起こしたのは2020年5月8日の深夜から未明にかけてのことでした。原因となったのはリーダーの鎌倉新と被害者の30代男性経営者との間にあった野球賭博に関わる金銭の貸し借りです。男性経営者が突如音信不通となったことに鎌倉新は腹を立てていました。そして鎌倉ファミリーの仲間と共に男性経営者を襲撃する計画を立てたのです。そして計画実行の日、男性経営者を大阪府堺市の路上で発見した鎌倉ファミリーは背後から襲いかかったのです。さらに準備していた金属バットで殴るなどして集団で暴行を加えました。その後男性を車の後部座席に押し込み手首を電気コードで縛って拘束したのです。そして人気のない場所まで連行し車から引きずり下ろしました。殺したるぞと男性を脅し再び金属バットで暴行を加えたのです。それでも怒りは収まらず男性を車のトランクに押し込むと監禁したまま2時間以上連れ回したのです。トランクの中の男性は恐怖と不安で生きた心地がしなかったでしょうね。しかし男性はトランクの中にいながら冷静さは失っていませんでした。絶対に逃げ延びてやると心に誓っていたのです。 2. 被害者男性の逃走。トランクに男性を監禁したまま車を走らせ続けて2時間以上経過した頃、男性の様子が気になった鎌倉新らが一度車を止めることにしました。そして男性の様子を見るためにトランクを開けました。すると男性は勢いよく飛び出し近くにあったビデオ店に駆け込んだのです。店内で必死に助けを求めました。営業中の店舗に逃げ込んだことで鎌倉ファミリーは追いかけることができず立ち往生。店には防犯カメラもありますからね。ボロボロの男性が必死に助けを求める姿に周囲の人たちが手を差し伸べ保護されたのです。これ以上男性を追うことができなくなった鎌倉ファミリーはやむを得ず逃走することになりました。しかし男性との金銭トラブルが解決していないため鎌倉新の怒りが収まったわけではありません。男性はすぐに病院に運ばれましたが腕の骨を折るなど全治3ヶ月の重傷を負っていました。でもトランクに閉じ込められたままだったらさらなる暴行を受けたに違いありません。一歩間違えば再び捕らえられて暴行されるところでしたが勇気ある行動でした。それとすぐ近くにビデオ店があったという幸運に救われたと言っても過言ではないでしょう。その後男性が被害届を提出したことで鎌倉ファミリーの捜索が始まりました。 3. 逮捕された鎌倉ファミリー。被害届が提出されたことを知った鎌倉新と鎌倉ファミリーのメンバーは必死に警察から逃げ回りました。そして何とか示談にしようと被害者である経営者の男性に連絡しました。しかし男性が電話に出ることはなく鎌倉新たちは次の行動に出たのです。鎌倉新は笠井拓馬と共に被害者の男性が経営する美容サロンに足を運び女性店長を脅迫したのです。示談にさせてやさせへんかったら美容サロンのレジの後ろに誰か座らせて客が金を支払うたびに全部回収する、ヤクザも絡んでくれて絶対に潰す。突然押しかけてきた鎌倉ファミリーの脅迫に
女性店長も身の危険を感じたことでしょう。ヤクザが絡んでくると言われると何をされるかわからないと思わずにはいられません。返す言葉もないほどの恐怖だったに違いありません。結局その後リーダーの鎌倉信也、笠井拓馬を中心とした鎌倉ファミリーのメンバー合計5人は男性経営者を拉致し暴行した逮捕監禁致傷の容疑で逮捕されました。さらに鎌倉信と笠井拓馬は女性店長を脅迫した件で強要未遂で再逮捕されることにもなったのです。鎌倉ファミリーが逮捕されたことで被害者の男性はようやく気持ちを落ち着かせることができたでしょう。これで半グレとの金銭トラブルや野球賭博には懲りたに違いありませんね。4. リーダー鎌倉信が経営する会社とは、逮捕された鎌倉ファミリーのリーダー鎌倉信は耐震建設という建設会社を経営していることが明らかになりました。一緒に逮捕されたメンバーのうち2人も耐震建設で働いていたようです。さらにリーダー鎌倉信とともに女性店長を脅迫したことで再逮捕された笠井拓馬は耐震総合警備という会社を経営していました。この警備会社は耐震建設の系列会社として経営されており、登録住所も同じ場所であることが分かっています。地元の関係者によれば、この耐震建設と系列会社である耐震総合警備の従業員らが羽振りよく遊んでいる姿が目撃されていたようです。社長である鎌倉信を中心として鎌倉ファミリーを名乗っていたようです。ただ逮捕時の様子は報道されましたが、鎌倉信とおぼしき男性は顔を伏せていたため素顔はテレビに映りませんでした。関心を抱く事件が起きると、ネットの特定班は何かしらの情報から顔写真を特定することが多いですよね。ですが鎌倉信は SNS を使っていないのか、顔写真は特定されていません。半グレ集団らしからぬ鎌倉ファミリーという名前について、また今回の事件についてネットでは様々な反応がありました。そちらをご紹介します。5. ネットの反応。鎌倉ファミリー、パンの食べ放題とかやってそう。地名かと思ったら人名かよ。鎌倉ファミリーって可愛い名前だな、かっこ笑い。40にもなって半グレのリーダー、鎌倉ファミリー、すべてがダサいんだよ W。 鎌倉ファミリーという名前について可愛い、ダサい、半グレとは思えないなどの感想が多く寄せられていました。確かに鎌倉ファミリーという名前だと違法営業や暴力行為を行うとは到底思えませんよね。さらに鎌倉市にあるグループだと勘違いしている人も多くいるようです。そして鎌倉ファミリーが起こした事件についてこのようなコメントが寄せられています。野球賭博とかヤクザのしのぎやんけ、半グレとかじゃなくて暴力団認定してガチガチに肩にはめていくべきやろ。こいつらなんで暴対法の対象にならんの。このようにやっていることは暴力団とほとんど変わらないのに、なぜ法律で裁かれないのかという意見が多いようです。現時点の暴対法では組織の規模やこれまでの犯罪などが適用範囲の決め手になっているため、半グレとしての歴史が浅かったり前科が少ないと対象とはなり得ないわけです。6. まとめ。今回は半グレ、鎌倉ファミリーのリーダー鎌倉信が起こした事件について解説してきました。被害者の男性と金銭トラブルがあったとはいえ、暴力行為や車での監禁など明らかに行き過ぎた残忍な行為だったことは間違いありません。今の法律では半グレ集団を解体させて犯罪を未然に防ぐような対策は行われないでしょう。一刻も早く半グレも暴力団同様の脅威であることが認められ、犯罪を未然に防げる対策が取られることを期待したいですね。